た。あ、え、密林ステージ。いやでもな、まださ、まだ隔ての砂原っぽいけどね。なにこれ、なにこれ。あ、沼地や。え、沼地。え、なにこれ。あ、来た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 。うわ、やっぱ来た、雲や。え、すごいすごい、やっぱり雲や。すごい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 。あ、バラだ。あ、バラだ、本当にバラだ。え、すごい、当たってる当たってる。あ、バキなんだ。おーおーおーおおお、え、すごいすごいすごい。あ、乗り、乗り状態やね、これね。ランブ。これフィールド？何これ、密林なの、沼地なの、どっちなんだ。あ、これ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 です、これこれこれ。これが、あれ、あの、今回の拠点のやつよね、これ。え？預言者みたいな人がいる。鉱石の家よね。で、セクレットの故郷で、ここが。クナファ村？あ、うんうん。やっぱメインモンスターなのかな、これ。どっちどっちどっち。おおおおおおお。やっぱ見たやつそのままでね。あ、かっこいい。こう見るとかっこいいね。あの時一瞬しか見れなかったけど、動き方が全然違うね、今までのやつと。あ、でここがそのムービーか。でレールガン見たやつ反省。かっこいい。あー、うん。お、ベースキャンプ。やっぱ今のがあれなのかな、あの、ああいうなんていうか未発見状態からの攻撃なのかな、やっぱね。かなりそれっぽくなったよね。宝石を積んでて、あ、そう、これが多分 NPC のやつなんだよな。そう、 NPC がフィールドでいろいろ生活してるっていうやつなんだよ多分。いや、すごいよ。おお、出た出た。あ、これこれこれ、今作のご飯めっちゃうまそう。え、すごいよ。いやー、これは良かったっすね。公式サイト曰く火の森っていうエリアらしいんですけど、まあ沼地と密林がまあちょっと合体したような感じのフィールドなんだろうなと思っていて、赤い水っていうのは結構あのアマゾン川、ナイル川みたいな、ちょっと、どっちか忘れたんですけど、ああいうところで一応その赤茶色の水っていうのは見ることができて、そんなに現実離れしたもんじゃないなっていうのもあったし、でこの巣すごいっすよね、これね、すごいですよね。ね、こういう広がる生態系があるからこそ、そこに適応した生態を持ったモンスターが生まれ出てるんだろうなって思うと、すごいワクワクしたし、で、やっぱこの密林系フィールドっていうところが、ワールドから見て、どれぐらい進化しているのか、どれだけ探索することができるのかとかが、もう本当にワクワク止まんないですね。もうめちゃめちゃ楽しみ。次が、このね、さっきもこれ言いましたけど、蜘蛛の巣？これはすごいっすね。一応その歴代のモンハンでもこういうのって結構あったんですよ。あったんですけど、ここまでその綺麗に壮大に蜘蛛の巣を描いてくれてるのってね、今までなかったじゃないですか。で、うわー、すごいと思ってこう見た時に、でこうやって出てくる新モンスター、これもいいですね。公式サイト曰く、シカクモラバラバリナっていうモンスターらしいんですけど、なんていうんですか、やっぱある程度その茶白のところでね、蜘蛛のモンスターが出るんじゃないかっていうところがあって、ふわふわの毛があるっていうのと、バラがモチーフになってるんじゃないかっていうところまでは一応ね、たどり着いてたんです。だけど実物見たらすげえと思って、これすごいですよ、これ。ほら、もう見てこの副眼、やばいよね。ちょっと鳥肌立つというか、こう良すぎて、こういいっすよね、これ。もう何よりやっぱこのふわふわとした質感がそうだし、でやっぱ八つ敵とネルスキルあたりの彷彿とさせる見た目から、こういうバラのモチーフとした鋭い攻撃と、これバラに化けるっていう意外性ですよね。バラに化けるんだみたいな。これが擬態なのか、それとも、まあ結果的にバラみたいに見えるっていう生態なのかっていうのはちょっとよくわからないんですけど、こういう怪物らしさを前面に出してきたデザインに、ね、この戦場の中でも少しこう目を奪われて、もうその隙に命を奪われてしまうんじゃないかぐらいの、
この綺麗さのギャップ、ここがねすごいなと思いました。しかもこうブワーってなんか粉みたいなの巻いてるじゃないですか。でね、この粉ちょっと見てたらわかると思うんですけど、この横にあの巻かれたこのトゲみたいな粉があるんですけど、ここ回避すると麻痺っちゃうんですよ。接地型麻痺ですね、世にも珍しい。一応ね、こういうトゲみたいなガララジャラとかイソネミクリみたいな接地型のトゲを出してくるやつっていうのはいましたけど、こいつは相当クセモノのモンスターになりそうだなと思いました。これはね結構厄介者ですね。でこの縄張り争いもすごくて、でもなんかやっぱ今ここに出てる土砂グマなんかもう餌でしかないんだろうなみたいなね、こういうもう生き生きとした縄張り争いがもう今作でも見れるんだと思って、もうすげえワクワクしたし、うわーかっこいいよこれ。でここのシーンですね、これなんか盟友みたいな、サンブレイクの盟友みたいなキャラがいて、NPC が戦ってくれてるっぽいんですけど、これがその作中でいうとこの本当に盟友システムみたいな、その固定の NPC と旅ができるみたいなシステムになってんのかっていうところはちょっと注目かなと思います。でこれね、いやもう嬉しい、俺こういうフィールド出てきて。アステラもそうなんですけど、この生活感があるハンターが集まってる街っていうのがすごく好きで、個人的にはロックラックみたいな製品版はここを拠点としてその友達のハンターと歩き回ることができるんだと思うんですよ。もうワクワクしますね。一応先行のプレイ動画で出てきてた街っていうのはここなんですね。なんていうんですかね、本当にハンターの暮らす街みたいな、ドンドルマとかみたいなちょっとこう中世的な感じの、もっとこう仮拠点的な風貌の街になってるなと思っていて、であとこのキッチンガイルの場所、食材がリアルですよね。これは多分食材屋なのかな、これ料理が食べさせてもらえるのかっていうのはちょっとまだ分かんないんですけど、もう見て分かりますね、これワールドからもう食材のモデルがすごい進化してます。ここねほら、人参みたいなやつ、かぼちゃみたいなやつ、いろいろあるじゃないですか。だから玉ねぎみたいなやつとか、この辺りのモデルとかがすごいやっぱ細かくなってるのとかすごいいいなと思って、なんかやっぱワイルズの作風に期待ですね。であとこれ多分クナファ村のね話だと思うんですけど、この意味ありげに語ってくれるおばあさんとか、結構物語の根幹に関わってくるモンスターになるのかなっていうのが金色のモンスター、公式サイト曰くレイダウっていうモンスターらしいんですけど、本当になんかもうセルレギオスみたいな金色のモンスターで、宝来竜っていう別名らしいんですよね。すごいやつが出てきたなと思って。でね、この地の嵐は生きていたな、無限の雷を生み吹きさぶ手に負えぬ獣なんだっていうので、隔ての砂原の雷を生んでるやつなのかなみたいなのが、まあちょっとね話ぶり的にはわかるんですけど、これが本当にそうなのか、それともあくまでこのモンスターが天候に適応して利用してるだけのモンスターなのかっていうのはちょっとまだ今の段階ではわかんないですよね。でもやっぱそのここで語られてる通り、この地の頂点っていうところからもう相当強いモンスターなんだなっていうのはわかるし、で動きとかもちょっとふわっとした、なんか他のモンスターとも違う、他の飛竜とも違うような動きをねするのがすごいね楽しみだなと思って、レイギーナみたいなモーションをしてくるじゃないですか、ね、なかなかこういうモンスターって今までいなかったから、ちょっとねどういうモンスターなのか楽しみですよね。でこれね、まあどうでもいい話ではあるんですけど、ここあれですね、毒属性でしたね。ハンマーの時にどう見ても毒のハンマーなのに、毒のエフェクトが出てない出てないと言われてて、これはやっぱり毒のハンマーだっていうことが分かりましたね、これね。で簡易キャンプ、これ一応ね事前情報として知らせてはいましたけど、さまざまな地点にファストトラベルする地点をどこにするかっていうのを決めれるらしくて、なんかねここら辺もやっぱプレイヤーの戦略性がねすごい広がりそうだなと思いました。いやいいですね。でこれね、家畜のダルトドン家畜にして、で村人がフィールドを行き来してるっていう、これカプコン社内でね聞いた話なんですけど、村人たちはもう意思を持ってこういう風にフィールドを探索してるらしくて、彼らは彼らの生活があるからこういう風に何ていうんですか、フィールドの中でこういう水汲みしたりとか鉱石を拾ったりとかいう風な生活をしてる、今までモンハンの技術でできなかったモンハンの世界っていう、その俺たちだけが生きてるわけじゃなくて、他の村人たちもこういう風な生活をどん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 してる、そんな中で俺たちは生きてるっていう一体感というか、その没入感、そこがもうめちゃめちゃに表現されるようになったんだなっていうのが、もう個人的には相当感動ですね。そんな中で俺たちは生きてるんだよっていうのを
これから先味わっていくことになるんだろうなというか、ね、体感していくことになるんだろうなっていうのがもうめちゃめちゃに楽しみです。で最後これね、いやもうなんかそう、いや一回見てたとはいえですよ、うまそうすぎませんか今回の肉焼き、これうまそうすぎますよマジで。なんかこんなん深夜に見せられたらもうベシテロでしかない、マジでマジでうまそうじゃんこれね、こんなんダメですよ。え、でも逆にその今作って食材システムがどうやらあるっぽいんで、こういうキャンプでの食事、そのいろんなものがあっていろんな食べ物を食べて、そういった観点からも没入できる、うまそうだなって思える、もうね、もうなんか改めて見ましたけどワクワクが止まらないなと思いました。本当そうですね、映像に関してはこんな感じかな。でもすいません、もうほぼねノンストップで語らせていただいたんですけども、もうやばい、もうダメだった、あのね深夜だから俺、ね、うるさくしないように頑張った、無理無理よこれは。ああ、もう語りたいもん、誰かにもうブワーって語りたい。新モンスターとかもね、公式サイトいっぱい更新されてて、すごい見どころも見甲斐もある映像ばっかりだったんで、ちょっとまたね、生放送とか、他の考察動画とかで、どんどん語っていこうと思いますんで、ちょっとぜひね、ちょっと語り続けてる変なやつをね、ぜひ、ウォッチングお願いします、ということでね。というわけでね、本日はこの辺りにしようと思います。本当、ありがとうございました。